やってみんなを生き返らせるつもりなんだ。クリリン、ベジータに勝って後で聞かねえとな。ベジータはオラが思ってたより相当強いやつだ。だが絶対負けねえ。よし、この辺りなら人も動物もいねえだろう。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いと貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。マジか。喜ぶがいい。貴様のような下級選手が超エリートに遊んでもらえるんだから。はっ、貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。なんてやつだ。なめるな。乗れ。やりきろ。はい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 。はYou
喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだ。バカコスタカカロット、そんな程度じゃないだろう。ナッパのやつを倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。分かってる、見せてやるさ。あるなおめえ、おのれやりっこ法。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。コスタカカロット、そんな程度じゃないだろう。ナッパのやつを倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。分かったよ、見せてやるさ。勝たれへんな、これ何回やっても。研究するならあかん。戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。コスタカカロット、そんな程度じゃないだろう。ナンパのやつを倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。分かった、見せてやるさ。乗れやりっこ法。
喜びがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだから。バカな、どうしたカカロット。死んだ程度じゃないだろう。ナッパのやつを倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。分かったよ、見せてやるさ。なんてやつだ。なめるな。おのれ、ギャリック砲。喜びがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。どうしたカカロット。そんな程度じゃないだろう。ナッパのやつを倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ、おのれ。やりまくほう。
てないわ。それではまたね。バイバーイ。